始まりましたキャプテン本田義人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田義人さんがゲストと対談をしていく番組となっております。ということで本田さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、早速ゲストの方を紹介していこうと思うんですけれども、はい、平瀬智之さんをお招きしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、平、今日はありがとう。どうも。とんでもない。はい、まあ、平瀬との関係は、まあ、アントラってね。はい。まあ、何年かな。まあ、結構長くやったよね。そうですね。長く、一緒にね、戦った、まあ、戦友ではありますけれども。はい。ね。4年ぐらいはほぼ喋ってないですよ。そんなまた大げさなこと。マジで怖くて喋れなかったですよ、本田さんとは。またみんなそう言うんだよね。いやいや、これマジですから、ほんと。威圧感ありすぎて。喋りかけたことがないっていうのが性格でしょ。俺からは喋ってるから。俺からは喋りかけてない。いやいやいや、もうね、喋ってくんなオーラがすごかったんですよ。あのさ、視聴者が勘違いするからやめてもらっていいかな。いや、ね、やっぱり、でも、あれですよ。それぐらい、その若手にとっては、それぐらい厳しさがあった方が良かったってことですよ。まあまあ、俺がね、キャプテンになってから1年半ぐらいの後に、96年に入団してんだよね。俺95年からだから、1年、約1年後か。はい、はい。そう。もうキャプテン背負っている感じで、うん、もう、自分のことも結構いっぱいいっぱいな、こう、時期だった。なわけ。はい、だもう嫌われ役に徹しようっていう、こう2年目に入ってる、突入してる最中だから、はい、それはそうなるよ。ピリピリ感満載でしょ。いや、かなりでしたよマジで。本当恐ろしくて喋れなかったですもん。しかもキャプテンをもらった年95年、はい、あの散々の成績だから。あ、僕らが入ってくる前です。入る前、95年って、うん、まだ水道でずっとやってる時で、はいはいはい、うん、PKV ゴール、まあ、延長 V ゴールまで、はいはい、PK まであった勝敗点をつける時代の あれ4試合ぐらい PK 連続の時ですか。そうそう、連続の陽平さん泣いたやつですよ。そうそう、95年の散々な年の次の年なんです、はいはいはい、なるほど。これはもう あんな成績残せないだろうみたいな、はいはい、感じの年のキャプテンや。そりゃ気合入ってる。相当悪い時期に入ってきてるんだよね。だからまあまあそういう年にね、高卒からね入ってきてるんだよね。あの柳沢と池内っていう、一応高校サッカーでね活躍して、はい、柳と平瀬に関してはある程度やっぱ即戦力な感じで入ってきたんだよね。そうなんですかね。そう聞いて入ってるから、うん、はい、余計厳しくしなきゃって多分なってるし、はい、やっぱり俺ポジションは一緒じゃないけど、うん、やっぱそのもともと当時は工藤ハセとかいっぱいいましたよ。フォワードたくさんいたよね。まあ真中さんもいたし、真中いたし、たくさんいる中でやっぱりこう何者入りで入ってきてるから、はいはい、やっぱいる側もやっぱ同じポジションかぶる選手はやっぱピリピリ感あるわけ、はいはいはい、取られたくないと当然あるから、うん、しかも、はい、そういう風に聞いてるじゃん、何者入りで、うん、もう高校選手権で大活躍して、はい、これも即戦力じゃないかみたいな報道されながら、うん、はいはい、あの弱かった次の年だから余計即戦力って言って入ってくるわけ、うん、なるほどですね。だからチーム全体が余計ピリピリ感なんです。だから今思えばすごい時に入ってきてるなみたいな、まあ、ちょっとね、平瀬 の紹介にしてはめちゃめちゃ長くなったけど、これから本題に入るんだけどさ、はい、長かったっすね前振りが。長いんだけど、うん、でもこの説明ってまあまあ俺は必要だと思って喋ってるんだよ。あ、そうですね。どうやってやっぱりこう、はい、高校サッカーを経験した、ね、選手がこう入ってきて、はい、アントラーズのスカウトに目が止まった、はい、声がかかった、やっぱアントラーズってジーコがいるって当然知ってたわけでしょ。はい、それでこう出れるかどうかわからないところにこう飛び込んできてるわけだから、はいはいはい、で、イラゼって高校サッカーって優勝してんの。しますよ、高校3年、まあ両校優勝ですけど。すげえな。はい、静学と両校優勝。あ、静学だったんだ。はい。へえ。だ、僕あれですよ。なんかもうすごくラッキーで、うん、1年生の時から試合出してもらってて、おー、でだから1年生の時から選手権ベスト4まで行ったりとか、うん、まあそういう経験があるわけでも、はい、1年2年でね。そうなんですよ。でなんか話によると1年生の時ぐらいからアントラーズのスカウト人の方からは目つけられていたみたいで。なるほど、うん、はい、リストアップされてたんだな。まあ、
そうですね、うんうん、このテーマのさ、あれはさ、はい、強い高校生になるためにやるべきことなんだけど、はい、ただ俺も名門高校だったけど、やるべきことってさ、はい、今思えば、うん、こう必要なことって何が必要？やるべきこと、まあ、本田さんの時代もそうでしょうし、僕の時代もそうですけど、うん、やばいぐらいきつかったじゃないですか。そうね。いや、それをやりきる力じゃないですか、その、やり通せる力っていうか、今その僕らの時代の練習を今の高校生にしろって言われても絶対できないと思うんですよ。ちょっと厳しいだろうね。絶対できないですよね。まあ、でも俺らの時代は理不尽なことだらけでね、やってたからね。うん。でもその理不尽な練習を続けられたからこそ、まあプロにもなれたのかな。メンタル育ったからね、そこでね。そうですね。うんうん、それが、例えばもうこんなきつい練習やってらんねえよとか、って言ってやめたらなってないじゃないですか。そうだね。でもそれを続けたってことがまず一つ自信にもなった。あ、継続し続けたこと、うん、はい、そこ一番僕は、まあ、大事なのかなとは思ったりもするんですけどね。なるほど。まあ俺ら世代はすごくわかる。そうやってきたから。ですよね。嫌なことだらけで、でも上手くなりたい、試合に勝ちたい、もちろん高校選手優勝したいっていう、はい、やっぱこう目標があったから、はい、うん、全然できたというか、うん、なんか我慢できたっていうか、なんか当たり前のようにやってできたんですね。やってましたね。いや、もう、うん、なんかすごいきつい練習も、これを乗り越えれば、なんか選手権優勝できんじゃねえかっていう錯覚を、もうなんかこう、マインドされてるというか、うんうん、なんかそういうのが、うん、なんか一つだけの山じゃないですけど、いっぱいの山を3年間で越え続けるっていう、だからそれがまあできたのが良かったのかなと思いますけどね。なるほどね。まあ特に九州の高校だから、なんか基礎練習と走ってる練習ばっかりだなっていう感じだよね。まあ当時は俺の時も果実国見って言ったら、走ることしか練習がないんじゃないっていう風なことも聞いてたし。はいはい。そんなことはないと思うよとかっていう話はしてても、やっぱ、はい、昔話聞くと走りの話しかしてないんだよね。まあ帝京もそうなんで、帝京って東京の都会のところにある高校なんで、うんうん、走ってばっかりだからね。帝京なら走るって聞いてますよ。なんかすごい距離走るって聞いてる。夏の合宿は50キロマラソンってあって、はい、山を長野から群馬まで2つ越えて折り返し地点行くんだよね。はいはい。で帰り折り返し地点25キロ地点のところにスイカとトマトジュースが置いてあって、はい、トマトジュースなんかしょっぱくて飲めるかっていうのをわざと置いてたりするんだよね。それでもみんな水分だと思って飲んじゃうんで、はいはいはい、そしたらまた喉が渇いて、はい、で折り返して山もう2つ登って下って帰るっていうのがね、もう恒例。それやばいっすね。うん、早く着いたらそのままもうご飯食べてすぐ休憩なのよ。休んでいいから、うん、はい、早いやつの方が休憩時間が長いっていうね。まあただ、イラセとか果実国見の練習は全然できたと思う。だって25キロ水飲めないんだ。それはかなりやばいっすよ。やばい。だから今だったら熱中症で倒れるやついいでしょ。でしょ。でも僕らの時代だったら、あんまり倒れる人少なくないですか、今みたいな。いや、全然いなかった、いなかった。ですよね。熱中症って言葉自体がなかったじゃん。ですよね。だって僕ら果実は、あれですよ。もうこれちょっと本数はもうこの時代だから言えないですけど、うんうん、7月の期末期間テストってあるじゃないですか。100メートルダッシュをですね、まあ初回30分から始まるんですよ。うんうん、で、行き17秒で、そう、うんうん、帰り43秒で帰ってくるんですけど、うんうん、これ1分じゃないですか。うんうん、これを1分で入ってすぐ走るんで、うん、でまた水飲めないんですよ。うんうんうん、で、その本数は、まあ、10日間あるんですよ、それ、うん、ダッシュ期間が、うん。まあ、徐々に増えていくわけですよ。で、一人でも脱落すると、うん、先生の機嫌で、1本なのか、うん、5本なのか、わかんないですけど、うん、増えていくわけですよ。なるほど。で、お水飲めないじゃないですか、行って帰ってたんで、うんうんうん、17秒って結構早いですからね。それをもう、10日間やるんですけど、うん、終わった後は、本当にもうみんな、血尿ですよ。ぐらいもう、そんな感じでしたよね。やってました、ね。すごいね。やっぱ一緒だわ。提供もあるもん。種類いっぱい。10秒ダッシュとかで、わざと入れなくすんだよ。そうそうそう。マジきつかったですよ、ほんとね。もうそんな繰り返しだもんね。でも、もうその繰り返し。うん。分かってて、でも、休まずね。
サボってるやつもちろん中にはいたけど、はい、ほとんどの選手がサボらずにそれをやってたもんね。サボったら多分プロになってないんじゃないですか。まあまあまあ、うん、逆にだからそこら辺も負けず嫌いが、うん、あまあね、ほぼソースというか。そうだね、だからほとんどね、いや俺の同級生で一人だけは例外がいるんだね。それ大体わかります。全く全くやってない。マジですか。練習っていうのは大体予測して、もう練習を、はい、もう足痛いとか、はいはいはい、もう休むわけ、病、はい、病欠とかとか、はいはい、それで普通にもう天才って言われてプロになってる人いるけどね、一人だけね。っていうのありますね。九州出身だけどね。もろ天才が。まあみんな知ってるけど、俺らの世代はね、まあ、これも出たことあるんだけど ね、磯貝博道、ね、超天才じゃないですか。そうそう、努力って言葉が、ね、ないんだよ、はい、彼の中にそういう言葉が、はい、なるほどですね。あれは別格じゃない、あれも例外中の例外で、まあまあまあそうですね、いないものと考えなきゃいけないから、はい、だから子供の手本にならないんだよ。だ技術的なこととか、はい、サッカー感とかっていうのはもちろん教わる部分たくさんだけど、はい、強くなる、このテーマで強くなるっていうところに当てはまらないから、はい、ちょっとあんまり名前出したくなかったんだけど、うん、ちょっとね、うん、ちょっとどうしてもレーガーがいるっていうのを伝えたかったから、ちょっと出しちゃった。まあスーパー天才ですからね。まあまあ。でもあれですよね、小野さん、うん、そのめちゃくちゃ天才が僕らと同じぐらい、まあ、僕らというか周りと同じぐらいクソ努力したら、マジとんでもないことになるじゃないですか。そんなことになるね、確かにね。ちょっと想像つかないぐらいになっちゃうね。ですよね。今の高校生とかでもいるじゃないですか。もうその自分の技術は俺はすごいんだぞみたいなので、うんうん、こうなんかかまけちゃうというか。ああ、なるほどね。だからそのバランスだよね。だから、欠けてるものが多ければ多いほど、努力してる子が多い、うん、確かに。そうですよね。うん。うん、上に行きたい、こいつより上手くなりたいとかっていうのが多ければ多いほど、確かに努力してる子が多い気がするね。うんうん、走りもそこそこ全然できる、速い、技術も飛び抜けてるっていうと、うん、確かにその高校レベルだと、努力してないわけじゃないけど、うん、その全然すごい努力してるぐらいのやつと比べたら、してないかもしれないね。ですよね。うん、それがね、すごく練習して、もったいないなと思うんですよ、だから。たまに高校とか見に行くんですけど、うんうん、確かに足の技術はすごいんですけど、うんうん、そういう子に限ってちょっと王様っぽいプレーをしてみたりとか。なるほど、ありがちだね。うん、できちゃうから。そう。そのレベルで。そうなんですよ。走らなくても。それもったいない、うんうん。と思います。だから今の J リーグってさ、本田さんね、うん、もう走らなきゃダメじゃないですか。もう総力必要だね。うん、そうだ、攻守の切り替えのところもそうだし、うん、やっぱりそのサッカーの頭っていうところもそうだし、だから要は足元の技術さえあれば J リーガーになれるっていうことじゃないじゃないですか、今は。そうだね、確かに。だからそういうところはもっと上手い子たちは考えて努力したらもっといい選手になるのになと思いますけど、うんうん、確かにそうだね、うん、うん、それは言えるかも。もっとだから走り込みとかも今必要ねえとかって言うじゃないですか、その科学的なものでやるとかって、うんうん、でも科学的なものでもこう身につかないことっていっぱいあるじゃないですか、うんうん、例えば自分の限界を知るんだったら、うんうん、科学的なことを常にやってても限界なんてわからないじゃないですか。そうだね。だたまにはこう限界超えるようなね、じゃあトレッドミルなんて限界超えるわけじゃないですか、あれ年1回ぐらいしかしないわけじゃないですか。そうだね。でもあれを超える練習とかをやっていくと面白い。そうだね、そうだね。今そんな素走りとかやらないから、特にそうやって数多くやった方が本当はいいかもしれない、うん、俺らの時代ってほらお互い高校サッカーきつかったから練習が、はいはい、結局自分でそういう行動を勝手にしてたんだよね、うん、やっぱりこう一番にやりたい、もっと速く走りたいって自然と思ってたから、うんうん、もうぜいぜい払いながら、結局、前のタイムより速く走りたいとか、その日のなんかもう、ベストを出し切るみたいな、自然とそうなっちゃってたじゃん。うんうん、だから、俺よく、その、マラソンのランナーがさ、なんか言うじゃん。限界来たらなんかこう、軽くなるとか。ああ、ハイになるみたいな。そうそう。ランナーズハイですね。ランナーズハイ。俺、ランナーズハイ、はいはい、中学の頃から何回も経験してる。マジっすか。うん、親父のスパルタの練習で毎日競争とか、はい、もう10キロとか知らされてた時に、はいはい、次、この、前回のタイムより遅かったら、みたいな、まあ、罰ゲームみたいに、はい、今だと体罰だから、具体的なこと言えないんだけど、はい、そういう罰を与えられるから、必死なのよ、こっちは、
はい、だからもう、いつもランナーズハイ。それすごいっすね。だから、今でも体力あるんですよ。かもしれない。だ高校行ってもそうじゃない、うん。もうそれを分かってるから、はい、自分の限界を超えたらランナーズハイになるの分かって、ランナーズハイになったら、うん、もう一個なんか楽になるから、体が。それをやっちゃう。だから、まあ、だからド M なんだよ。聞いてないっしょ、出したらそのだから、自分ではダメだと思ってないんだけど、それがあるから、ぐわーって上げ、自分で、上げられるんですね。上げられる。あの、あれよ、アントラーズの時だってそう、素晴らしいでよくやってたじゃん。うん、その時も、上げられて、ランナーズ入って、ラストスパートめちゃ速いじゃん、俺って思うこと何度もある。本田さん速かったですもんね。うん、だから、ランナーズハイ経験者、ランナーズハイ、もう自らランナーズハイ目指してたっていうのはある。走りながら、きついのに。それすごいっすね。うん。だから、帝京ママそうなんだけど、特に、果実国見出身者のプロ、ね。みんな走れるよね。走り切れるよね。だけどね、プロ入って半年だけですよ。プロ入って半年はもう、全然楽じゃんと思うんですけど。まあまあまあ。あの、慣れていくから、その、そうなんです。あの、環境と体力的な部分っていうのは、そうですね。慣れていくからしょうがないんだ。しょうがないんだけど、はい、基本的な体力って絶対あるから。まあ、ありますね。ここって時に出てくる、うん。特に夏場の試合とかは、はいはい、やっぱね、そういう経験してる選手の方が、やっぱね、強い。ですよね。強い。はい、やっぱね、そういういろんな経験があったからこそ、こう、強い高校生に、はい。慣れたと。そうっすね。それが一番ですね。ね。あのさ、J リーグになれなくても、それは、はい、強い社会人になれそうだよ。ちょっと漠然とはしてるけど。そうですね。だから、一つのものをやりきったってことは、うん、あの、プロにならなくても、なれなくても。次の人生、違う人生でも、生きると思います。そうだ、役立ちそうだよね。はい。絶対行きますよ。中途半端でやめられないでしょうね。まあその逆もいるでしょうけど。そうだね。俺の同級生と後輩たち、帝京の連中も、結局もちろん J リーグになってるやつたくさんいるんだけど、はい、やっぱ一社会人で成功してるやつたくさんいるからね。なんでそんなさ、出資でしてんだよっていう話になると、はい、やっぱ高校の話するの。ああ。いや、高校の時の経験がやっぱり一番大きいでしょみたいな、はい、あんな経験なかなかできないから、ちょっと、壁にぶち当たったりネガティブなことをこう感じたら、はい、あの経験が全然あの先に進ませてくれるっていうやつ見たからね。いやでもそれは多分あるでしょうね。ね。それなかったらあんなきつい練習してる意味ないですから、ね、もちろんさ今の高校生とかさ理にかなった練習とかが多いと思うんだけどさ、はいはい、まあ、それもその経験でね、なんか今昔にはないじゃん、その環境整備もそうじゃない、はいはいはい、全ての環境が変わってるじゃん。環境も変わってるし、練習の内容もやっぱり変わってるじゃない。変わってますもんね。今が、いや、昔と違ってさ、メンタル変えられないよなとかっていう話にどうしてもなっちゃうんだけど、うん、はい、今の良さもあるよね、絶対ね。絶対ありますよ。だって僕らの高校時代よりも数段上手いですもん、みんな。そうだよね。だから、今日高校生になるためにやるべきことって、昔の時代はこうだったけど、っていう話だけど、あの共通する部分は、やっぱたくさんあると思うんだよね。うん。やっぱこう、やりきることね。はいはい。それは今だってできるからね。そうですね。練習内容とか、そんな理不尽なことは多分今の時代ないんだろうから。まあできないでしょう。今の環境の中でやれることっていうのはたくさんあるってことだね、うん。うん。そうですね。まあでもなんかね、どっかのタイミングで自分の限界を知ってもいいと思いますけどね。限界ってその体力的な部分でとか、メンタルの部分でとか、うん、大事かなと思いますけどね。そうだよね。確かに。だからまあ、例えばこれね、高校生とかね、中学生が見てるとすれば、うん、ちょっとそれをね、参考にして、うん、ちょっとやってもらいたいなっていうのはあるよね。そうですね。うん、あとこう大人が見てたとしても、それをこう、ちょっと子供に伝えてほしいなっていう、ね。うんうん。多分だって、自主練習とかいっぱいしたでしょ、本田さん。いや、もう自主練ばっかりよ。ですよね。うん、もうそこですよね。だから、要はね。プロになったって、もう本当僕、関さんにバーファー掴まれて、あの逆三角形の目で、お前帰んじゃねえとかって言われて、一緒にずっと付き合わされてやってもらいましたしね。だからそういうの大事ですね。確かにね。うん。なるほど。よーくわかりました。まあ、僕もね、高校サッカーは経験してるんで、まあ、すごくわかりましたね。楽しい話聞きました。なかなかこういう話しないからね、いや、別の話であって話すことはたくさんあっても、
なんか高校サッカーに関して話すことなんかなかったからね。一切ないですよね。たまには面白いです。面白いよね。じゃあ、とりあえず高校の話はここまでとして。はい。はい、じゃあ、高校選手権優勝経験者に聞く、強い高校生になるためにやるべきことを聞いて、もらいました。ね。お話しして。荒木さん、こんな感じで。はい。よろしいでしょうか。あります。結論としては、一つのことをやりきるだったり、ストイックに努力したり、限界を知って超えていくことだったり、たくさん大事なことがあると。すごい、佐々木さんメモって、ちゃんとまとめてる。はい、マジ。ました。ということで、はい、気づくことはいっぱいあるなという感想を私はいただきました。また次回ですね、今回はちょっと高校サッカーの方にフォーカスを当てていたんですけれども、また次回は違うところに目線を向けて話していただきたいなと思っております。はい、ということで、今回の動画はこちらで締めとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。